はい、皆さんこんにちは、ワンダルグルビジです。では今回はハツオバヤンを現代もっと中国プレー続けていきたいと思います。前回グアス戦闘からですね、戦争状態に突入した中国とアメリカなんですけども、開戦時期が2018年ということで、戦争の準備がまだできていない中開戦したことによってですね、中国海軍がボロボロにやられてます。このままだと壊滅する。なので一旦中国海軍は現有戦力の温存を行ってですね、ロシアをなんとか戦争に引きずり込むという展開をね、狙って、しばらくの間は防衛戦と外交、これを重点的にやっていきたいと思います。で、生産ラインもね、ちょっと調整が必要かなと思ってまして、特に空軍、これをね、一気に増強していかないと本当にまずいことになりそうなので、空軍の増強の方に着手をしていこうと思っています。なので生産のラインをちょっと調整します。歩兵装備を減らしてでも、今は戦闘機、攻撃機、この2つを重点的に作っていきたいかなというところですね。これでマルチロールが今稼働急工場、いわゆる戦闘機が稼働5工場プラス後ほどね3工場追加していくというのを念頭に頑張っていきたいというふうに思います。では時間を進めていきます。外交戦略の見直しがね、急務になりましたからね。戦闘攻撃機が足りていないと言われてもな、マルチロール減らすわけにいかないから、戦闘攻撃機、作るにしてもだいぶ先になるな。さらに工場の内容を変えますか。歩兵戦闘車の数もちょっと減らすかはいかんですけど、主力戦車も減らす。今はやっぱり欲しいのは戦闘機ですね。これどうやってこの戦い収めていくかっていう、早くも出口戦略を考えなきゃいけない状態になってきましたね。で、もちろんですね、研究の内容ももう変えていく必要があって、戦闘機中心に考えていかなきゃいけないかな。あとは攻撃機だよね。重攻撃機も含めて何を作っていくかっていう取捨選択が必要になってきそうかな。無人攻撃機、あとは戦闘機。今の生産ラインで作っているものの発展型の方が明らかにいいので、まずは攻撃機で言うと J-16、 これの攻撃機を考えましょう。本当に舐めてたね。調子に乗って、いわゆる挑発行為を繰り返していたら、まさかこんなことになるとはっていうね、そういう展開になっちゃいましたからね。偶発戦闘から本格的な戦争状態に突入して、もう手がつけられない状態に完全になってしまったので、こうなってしまった以上は、ダメージが少ない状態でね、なんとか切り抜けるっていうのも必要になってくるし、あるいはね、やっぱり戦争を継続する上では、どうしても超大国のロシアに参戦してもらわないと、ままならないということになってますからね。戦闘攻撃機を今作ってるので、じゃあ戦闘機の方の生産できるように新しいもの研究しておきましょう。で、旧装備生産中は救急式、これをじゃあ新しいものに変えますか。本当にどうしようかな。このまま戦うにしても苦しすぎるからな。タングステンをさらに、じゃあどうしようかな。インドネシアあたりから地続きで、いや、インドネシアは地続きじゃない。地続き和州。
いやー、もらえないな。しょうがない。チリから輸送しよう。やられそうな気がするけどね。輸送船がバッコバッコと沈められるんじゃないかという危機感がありますけど。で、国家方針なんですけども、これもね、結構難しい舵取りになっていきそうな予感がしてまして、まあ、ロシアと手を組むっていう意味では、まあ、どうしてもね、この NATO とのライバルとしての同盟結成、ここまで進めば、ロシアがね、我々と同じ陣営に入ってくれるというところに進むんですけど、これを行うためにはですね、CSTO との対立あるいは統合のどっちかに選択、運ばなきゃいけなくて、その場合は、中国の優位、対等なパートナー、安全枠組みの強化のいずれかが必要です、ということになります。で、この場合ですね、絶対に必要になってくるのが、どのパターンで言ったとしても、この軍事技術の共有が必要になってくるんですね。で、軍事技術の協力をするためには、エブレス CO メンバーが、エマージングである必要があるということなんで、これ政治工作をしなきゃいけないことになるんですね。これがね、相当にしんどい。相当にしんどいんだよね。いやー、参ったなーっていう感じなんだよな。ここどうしようかなー。まあ、政治工作してから改めてここの選択肢っていうものにかけてみますか。で、他の選択肢で言うとなんかあるかな。我々が有利に立てるようなものっていうのがね、あればいいんですけどね。特にないよな。そうなると、インドに参戦してもらう？インド大陸戦略っていうと、なんとかしてインドとの連携っていうものをね、模索していきたいですからね。いや、これっていうものが何もない。まあ、どうする？本当にまずいな。そしたら、個人崇拝入れておきましょう。で、ロシアに対しての外交政策で少し我々の意図した戦略の方向に持っていきますか。とは言ってもな、ロシアを相手にどうこうできるわけでもないし、カザフ、まあ、外交はしっかりやっておきましょう。まあ、できればね、戦争にロシアを引きずり込むということをやっていきたいので、そのために外交戦略をしっかりやりましょう。ロシアは4師団しか送ってきてないからね、今。我々に。この4師団だと話にならないからな。海軍はもう引っ込んどいてもらう。母港に帰れと。で、空軍機をね、しっかり用意して、アメリカ軍の進行に備えましょう。海岸の防衛は万全を期しているので、まあ、海岸からね、上陸されることは、まあ、よもやないかなとは思うんですけどね。
師団数で言うとどうなんだろうね。我々が119師団。アメリカ軍が48から126。もうちょっとアメリカ軍の情報欲しいよな。なんとかアメリカ軍の情報を巻き上げてこないと。国際緊張度も一気に跳ね上がってるな。一気に跳ね上がってるけど、ロシアをどうやって戦争に巻き込むかだよね。そこが一番重要かな、今だと。で、あとは影響力を行使していきましょう。ベトナム。ロシア。ロシアだな。金を使ってでも、いや、政治力を使ってでも、できるだけ、しっかりとした、影響力というものを行使していく。政治力はね、だいぶ溜まってますからね。では、このまま時間を進めていきます。人工島を一つ奪われましたね、アメリカに。いよいよアメリカ軍の上陸作戦が進行しつつあるのかなという感じがします。どうやってここ奪還するかっていうよりかは、どうやってこれ以上進行されないかっていうね、そういう戦いになりそうだな。ロシアをどうやって巻き込むか。ロシアに対しては関係改善を。とにかくひたすらしていくしかないからな。で、戦争に参加してもらう。戦力は全然整わないですからね、もう。なんとかして、人材を送り込むしかないからな。ロシアの方には政治工作を行うためにエージェントを、投入するしかないかなと思いますので、エージェントを導入してロシアを、我々の思想に近い状態に持ち込んでいくというところですね。ではまたこのまま時間を進めていきます。なんとかね、こらえているところなんですけども、もう基本戦略を策定しました。もう長期戦を覚悟します。で、どうするかというと、やっぱり
どうしても、ロシアを巻き込まない限り勝ち目がないので、アメリカとの戦いに。そうすると、最終的な行き着く策は、NATO のライバルとしての同盟、これを選択してですね、ロシアを含めた対アメリカの大同盟を結成する。で、このために必要になってくるこの軍事協力に焦点を当てるっていうね、これ、今のロシアの陣営に入っている国々すべてを、新疆に変える必要がある。まあ我々と同じ政治思想に変える必要があるということで、これを行うには膨大な政治力が必要になってきます。じゃ具体的にどうするのかというとですね、今ちょっと全然政治力使い切っちゃったばっかなんですけども、ロシアで、もう今ちょっとないんですけどね、我々の同じ思想に金と政治力を使ってロシア含めた CSTO のメンバーたちの体制を変えていく、まあ、金に物を言わせる、これをね何年かかけてしっかりやっていこうかなと思っています。なのでしばらくの間はね政治力を、ブーストがかかるような国策をですね、頻繁に採用しながらですね防衛一辺倒しかる後大同盟を結成してアメリカと決戦に挑むというね基本戦略でいきたいと思います。なのでしばらくちょっと皆さん退屈されてしまうかなと思うんで、一旦今回はねここまでにさせていただいて次回ですねまたこの続きをプレイしていきたいというふうに思っています。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですねいただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。